これはデモ音声です。写真拡大全2枚。阪神は4日、ファン感謝デー2021をオンラインで開催。これはデモ音声です。来季の新ユニフォームがお披露目され、佐藤輝明内野手22がプロ2年目のシーズンに向けて意気込みを語った。これはデモ音声です。このユニフォームで敵地を沸かす。これはデモ音声です。2021年ファン感謝祭の終盤。株式会社 AI が提供するデモ音声です。舞台裏から来季のビジターユニフォームに衣装替えした佐藤輝が颯爽と現れた。株式会社 AI によるデモ音声です。色で言えばビジターもガラッと変わってすごくかっこいい。これはデモ音声です。素材も変わってすごく動きやすくなってよかった。2022年シーズンはホーム、ビジターともにユニフォームを一新して臨む。株式会社 AI が提供するデモ音声です。ビジターは球団初のグレー×ストライプ×イエローを採用した。株式会社 AI によるデモ音声です。色合いは2003年頃と同じグレーがベース。これはデモ音声です。そしてデザインは米大リーグのパドレスを彷彿させる。株式会社 AI が提供するデモ音声です。ビシッと着こなした佐藤輝も来年が楽しみですと気持ちが高ぶる新ユニフォームだ。株式会社 AI によるデモ音声です。様々なイベントがあり楽しかった。初めてのファン感謝デーは今季力をくれた虎党への感謝を全身で伝えた。これはデモ音声です。若虎教育学園ナダル校のコーナーでは人生初のパンスト相撲に挑戦。株式会社 AI によるデモ音声です。小野寺に敗れはしたが渾身の変顔を披露した。株式会社 AI が提供するデモ音声です。さらにトラコレ2021ファッションチェックの VTR には中野からもらったパーカーに秋山の靴を履くというもらい物コーデで登場。株式会社 AI によるデモ音声です。普段は見ることのできないスーパールーキーの表情に画面越しのファンも大盛り上がりだったはずだ。株式会社 AI によるデモ音声です。個人としてもチームとしてもまだまだ成長していかないといけないなと感じたシーズンでした。これはデモ音声です。来シーズンこそは優勝するために僕自身も頑張ってチームに貢献してやっていきます。頂点に立つことを約束した。株式会社 AI によるデモ音声です。新勝負服を身にまとい佐藤輝は2022年も暴れ回る。株式会社 AI によるデモ音声です。